どうも、かけまるです。今回も引き続き殉職と肉欲実況プレイやっていきたいと思います。久しぶりに殉職と肉欲のあれだね、最初でオープニング撮ってる気がするわ。だから結構だいぶ続けてプレイしちゃったので、多分スーパートの分はね、冒頭と最後は普通に多分つながりをこう途中で切ってる感じになってると思うんで、ご無沙汰しております。改めてかけまるです。ということで今回は引き続きやっていくんですけれども、前回ね、無事にトゥルーエンドを見ることができまして、それによってさらにね、おまけも見ることができて、ちょっと面白い情報が入ったので、それはぜひね、前回の最後の方をご覧いただければなと思うんですけれども、で、今回はそのトゥルーエンド以外に、この選択肢で、おそらくもう一つ見れるであろう、分岐エンドを見ていこうかなと思います。前回はモクランちゃんをここで、魂を解放してあげて、最終的にトゥルーエンドに行ったわけなんですけれども、ここではモクランちゃんの意思に反して願いを叶えず、モクランの肉体の救済、つまりおそらく病院に駆け込むということなんでしょうけど、こちらを選んでいこうかなと思います。上がモクランちゃんの願いを叶えるのに対して、下はあれだね、ヒワくんの結構自己中心的な考えに基づく働きになるのかなと思うので、見ていきましょう。これからずっと君に恨まれることになっても、僕は君を助けたい。裏切るんだ、私のことを。ごめん。雪降る夜、僕はモクランちゃんを抱えて山を降った。山を降るっていう動詞は絶対にないな。そして町の病院を目指して走った。なんとか間に合って、モクランちゃんは身体的な後遺症もなく助かった。それは良かった。最初に僕が怪我をさせた先生も生きていて、僕は謝ることができた。あ、生きてたんだ、あの先生。まあ生きてなくてもよかったけどな、あいつクズだし。クラスで僕のしたことはあっという間に広まり、僕は恐れられる存在となった。むしろヒーローにしてほしいくらいだ。中には僕も慕う人もできて、モクランちゃん以外の友達もできた。モクランちゃんはあれから僕と関わらなくなった。モクランちゃんはそのうち学校にも来なくなって、その後会うことはなかった。もうあれから何年も経っていて、忘れかけていたその時だった。街で見覚えのある緑の髪を見かけて、思わず声をかけたんだ。モクランさん。あららららら、立派に成長してる。やっぱりそうなんだね。久しぶり。うん。気まずい。僕はすぐに声をかけたことを後悔した。そして彼女から漂うこの匂い。大人の匂い。そんなの大人だから当たり前のことなのに、僕はひそく胸を締め付けられた。せっかくの再会なのに申し訳ないんだけど、恋人が待ってるから急ごう。そっか、うん、じゃあ。私を
こんな地獄みたいな世の中にとどまらせて、ヒワは私に何を求めていたの？え？あの時に終わらせてくれてたら、私は綺麗なままヒワの救いの女神でいれたのに、もう私は汚くなった、ただ欲をむさぼって生きる卑しい人間。そんな自分が腹立たしくて情けない。ごめん、ヒワ。そう言うと、彼女は涙を浮かべながら去っていった。君は生きている。でも、あの日から君の魂はもう、その体にはなかったんだ。あの時のモクランちゃんは、もうとっくにいなかったんだ。エンド、肉欲のままの君。なるほどね。まあ生きていることっていうのは大事なことだけど、モクランちゃんにとってはそれが本当に正解だったのか、まあ、正解では本人からしたら正解じゃないんだろうね。大人になって改めて出会って、またちょっと後悔がヒワ君に戻ってきてしまった、そんなエンドでした。さあ、ということでこれにてエンド2つあるとね、このゲームダウンロードするときに記載してあったので、2つのエンドを両方とも見ることができました。前回ね、無事にトゥルエンドを見ることができて、内容としては最終的にはね、僕らちゃんは亡くなってしまったけれど、お互いの望みは叶えられたのかなと思います。さあ、それではじゃあこの IF、ね、ダウンロードというか最初にパート1の最初から映っていたこの IF を見ていこうかなと思います。一体どんな IF ストーリーなんでしょう。殉職と肉欲の2つのエンドを体験しましたか。ちょうど今それをし終えました。あ、あの時、実はね、この計画が成功しても失敗してもどっちでもよかったの。心の底から愛するあなたと死ぬまで一緒にいられたら、本当は何だってよかったの。そう言いながら君は小さく震えている。君は心の底から僕と一緒に終わりたいと願ってくれているんだ。でも終わりに近づいた君の体はまだ生きたいと言ってるようにも見える。このまま君の状態で終われば、僕たちの美しい関係は傷つかずに終われる。僕たちは子供のままでいられるんだ。でもモクランちゃんは大切な人だから、いなくなってほしくない。僕はどうするべき。君を救う方法、僕はそれを知ってるよ。僕が子供であることをやめれば、このわがままな思いを殺せば、君の身も心も救える。
モクランちゃんを助けたい。僕にとって一番大事なものがなくなったとしても、僕も大人になる時が来たんだ。僕はそばにあったナイフを手に取った。それで僕の女らしさを捨てた。モクランちゃんを守るためには男にならないといけない。モクランちゃんは僕の突然の行動に驚いたようだった。彼女の大きな瞳が僕の顔を見据える。僕もそれを見つめ返し、火はどうして、私はヒガンにとって救いの女神なのに、綺麗なままで終わらなくちゃいけなかったのに。それは僕の自分勝手なわがままだ。モクランの言う通り、大人になることは抗えない。僕もいつまでも子供ではいられない。それを分かっていたから、僕は大人になることを恐れた。そして綺麗な君との停滞を望んだ。でも僕もモクランという人間が好きだ。女神じゃなくてもいい。僕はモクランと生きていたいんだ。僕はモクランをおぶって山を下った。風は寒くて雪も冷たいけど、きっと世の中は相変わらず理不尽で納得いかないことばかりで、僕がかつてすがって生きていた女神もいないけど、モクランのこのぬくもりがある限り、僕は生き抜いてみせる。3年が経った。俺は中学を卒業しようとしている。もう立派な秘話君になってるね。これが F ストーリーか。ちょっと進めていこう。あんたたちカップルは入学時から、間に入れないって感じがしたわ。静かながらも強い絆を感じたのよね。そうかな。あら、立派なハンサムになって。やっぱりあんたはハンサムになる運命だったんだな。これからは遠距離になっちゃうかもだけど。えっ、ガールフレンドは大事にしなさいよ。うん、遠距離になっちゃう。カップルってでもモクランちゃんだよね。ああ、もう卒業か。あっという間だったな、日は。うん、終わってみると早かったね。そんな浮かねえ顔すんなって。拳で人を騙せるあのあの竜と火はでいいのかな。モグラを逆さにしたようなの流されるぞ。俺ってそんなに脳筋っぽいキャッチフレーズがついてたのか。お前1年の時、校門前でモクランさんをかけて先輩と喧嘩しただろう。やっぱモテるんだ、あの子。いやー、恋人をかけた戦い熱かったな。そんなことしたの？ちょ、それ見たいよ。みんないっぱいいるな。同級生多くない？
リュウド君でいいのかな、これ入学した時からいろいろと目立っていたわね。事件のことみんな知っていたし、あと事件関係なくリュウド君はみんなと比べて大人びていたっていうか、大人か、そうかもしれないね。何その意味深な顔。すいません、ちょっとカットしました。さあ続けていこう。えっていうかこの子何、事件ってどういうこと、事件ってあれどっちの事件、屋敷の方それともあの学校の方かな。王妃は俺たちちょうどお前のことを話してたんだなあ。妃は最後だからブレークを継ぐことで聞きたいんだけどよ。やっぱモクランさんと1年の時から付き合ってるとさ、あっちの方も結構やっちゃってたりすんの。別にそれなりだよ。詳しく聞きてそれなりだよっていう答え超かっこいいな。こいつ透かしやがって、いつの間にそんな成長しちゃったの。あんた、私あんたのこと13の12の時から知ってんだからね。あ、嘘。でも卒業で離れ離れになっちゃうってことは違う高校に進学とか就職とかそういうことかな。もう挨拶は済んだのか、モクラン。あらららら、秘話で最後。そっか、卒業したら私はこの国から出て行ってしまうけど。国から？留学？海外就職？海外進学？連絡はできるだけするね。でも時差とかあるから無理はしないで。君とまた会うときはもう俺の知っている君じゃないかもしれない。この先君はいろんな人と出会い、いろんな人を知っていくだろう。俺以外の人を好きになったり、俺よりも大事な存在ができていくのだろう。あの時の君のまま終わっていたら、俺は君にとっての一番でいられただろうな。でもそれは俺のわがまま。モクランを助けるには俺の子供のままでいたいというわがままを捨てればいいだけだったんだ。12の頃は私がこんなに幸せになれるとは夢にも思わなかった。こうして秘話の隣を親友として恋人として立てることが本当に幸せ。ありがとう秘話。大切な人が幸せなら俺もそれでいいや。君のためならどこまでも汚れてもいい。この切なさにも耐えられる。こうして少しずつ大人になっていくんだ。少年の中の女神は地に落ちることでその身も心も救われた。
崇める偶像を失ったことで、少年も覚悟して生きることに決めた。こだわりと涙を飲んだ時こそ大人になる瞬間。永遠には子供ではいられないから。これにて殉職と肉欲実況プレイ完結となります。いやー、この最後のストーリーをイフストーリーとして本編のエンドとはしないっていうところが、やっぱり作者さんのやっぱりそのセンスと言いますか、やっぱその自分のこだわりというか趣味というか、そういった部分もありながら、やっぱりね、考えてるわ。さすがだなと思いました。やっぱゲームを作る人間ってのはこういうことなんだろうな。すごかった。といったところで、これにて殉職と肉欲実況プレイ終わりとなります。無事にね、トゥルーエンドと通常エンド、そしてイフエンドも見ることができて、お腹いっぱい大満足となりました。ということでですね、ここまでで終わりたいと思います。面白かったら登録、コメント、評価、ツイッターのフォローとお待ちしております。次回は、この作者さんの次のゲーム、お兄さんにさらわれてみたでお会いしましょう。それまでぜひ他の実況プレイもご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければね、下の再生欄とか、再生リストとか、この後のエンディングにね、続く再生リストやチャンネル登録ボタン活用してください。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。